U154 カホウカは、ウクライナのミサイル艇である。艇名は、中部ウクライナの都市、カホウカにちなむ。U154 カホウカは、ソ連時代に 206MR5 計画、ビーフリ型大型ミサイル艇の8番艇として、建造された。建造時の名称は、タタールのコムソモールインという意味のコムソモーレツ、タターリーで、スレドネネーフスキー造船工場で寄港された。 1980年には巡航し、クリミア自治共和国チェルノモールスコへ日本拠を置く、国会艦隊第296ミサイル艇旅団第41ミサイル艇戦隊に配属された。ソ連が崩壊すると、共産主義的な名称は嫌われコムソ猛烈、タター・リーは R-265 に解消された。ソ連崩壊後、国会艦隊に所属していた206、 MR 型大型ミサイル艇の貴族は、ロシア海軍と、ウクライナ海軍の間で争われることになった。最終的に、R-265 は1995年12月30日付で、ロシア海軍を除籍となった。ウクライナ海軍へ編入された、R、R-265 は、1996年1月10日には、中部ウクライナの歴史ある都市にちなんで、 U154 カホウカと解消された。その後、ウクライナ海軍では、財政的な事情と低自体の老朽化により 206MR 型ミサイル艇の退役を進めた。結局、グルジアに上途された U150 このトープを除いては、稼働状態に置かれたのは、U154 カホウカと U153 プルイルークイのみであった。これらのコル2席も二千七年中には除籍される。 予定であったが2008年まで運用するという情報もあり、事実2008年9月時点で現役に止まっている。同年8月には南オセチア紛争に派遣されて、セバストーポリに寄港したロシア艦隊に対し出動した。ありがとうございます。